Hello everyone! I'm Pinky! ひなだよ。はい、これでもまだ反抗期始まっていません。はい、水ひな、今日はですね、うん、皆様からの質問、今後の企画内容を発表したいと思います。チャンネル登録してくれた方々、本当にありがとう。たくさんのコメントも嬉しいよね。うんうん、励みになる。その中でも特に気になったのがこちら。カラピッチガチャはどこにありますか？どこ探してもない。わかる。悲しくなるよね。あっても売り切れだったり。うん、そうそう。店員さんからのお話だと、一番くじは即完売。ドイツ村とのコラボでは、長い時は3時間待ちの行列だったようですし、まあ、2023年にみんなが一番ハマった YouTube チャンネルの小学生部門1、そして中学生部門3位を獲得した人気 YouTuber さんですからね。それでも探したいから置いてある場所は知りたいかな。そうだね。まずは2023年7月第2週より順次発売されたカラフルピーチカプセルラバマスコット。今年の1月からたくさん再登場されて嬉しかったな。このガチャポンの設置場所はご覧の通りです。カプセル追加報告は各発売元の SNS に書いてあるので、そちらも要チェック。一応カラフルピーチに限らず、通称大人買いの全種類コンプリートキットっていうのが存在するんだけれども、ネットでもね事前予約できるんだけど、やっぱりドキドキ感を味わいたい、お小遣いなどで気軽に遊んでみたいのなら、断然ガチャがおすすめです。めっちゃくちゃ盛り上がるよね。そして去年発売されたカラフルピーチコレクションフィギュアボリューム1、そして今年1月末に残りのメンバー6人が新たに加わったボリューム2では、全国のガチャガチャ専門店に設置されています。すでに売り切れの場合もあるので、電話で各店舗に問い合わせしてみてくださいね。先週の土曜日に一番新しい第2弾のガチャがまた置いてあったよね。そう、売り切れててもその後結構再販してくれるのがありがたいよね。そういえばこのドール首が取れてたっていうコメントも多かったよね。10件以上の被害報告がこちらに届いております。これね、本当に推しキャラだった時のへこみよって想像をはるかに絶するよ。なんか日本語おかしくない？これからも心に残ったコメント、そして思わず笑ってしまったコメントなど番組内で紹介していくのでよろしく。人の話を聞け。ピーポーピーキー。そして春の企画発表です。まず一つ目は、これらのカラフルピーチガチャ3種類を全部で12回回したらコンプリートになるか企画。題名長っ。毎回ガチャするときはたくさんの方がガチャできるようにちょっとね控えめに回しているんだけど、ようやく3台で合計12回回せたので、その時のはちゃめちゃ模様をお届けしたいと思います。スマホ世代に合わせた縦長動画になっているので、ショート動画感覚で気軽に見てみてね。そして2つ目は、皆様からのリクエストで生まれたカラフルピーチのアレンジ楽曲、卒業ソング、友情ソングに続き、カラピチ応援歌が YouTube にてフル版で公開予定です。ずっと後ろで流れている音源だね。これはまだ 30% も完成していないデモ版なんだけど、とにかくね、カラフルピーチの代名詞ともいえる元気、勇気のエッセンスをてんこ盛りに注入してみたよ。音源にエッセンス入れられるの？例えよ、例え。例えか。なんかアレンジすごすぎて脳がバグるんですけど。カラピチファンに受け入れてもらえるギリギリラインまで原曲を愛と敬意を持って編曲してみました。
卒業、進級、受験、就職、新生活、今の時期いろいろ頑張っている君に送る応援歌に仕上がっているのでお楽しみに。からぶちメンバーもきっと今の君にエールを送ってくれてますよ。まあ頑張ってください。ありがとうございます。いやミスヒラ、今日も安定の落ち着きだね。その他、買って開けてびっくりしたカラフルピーチグッなんか裏声たね、今ね、声がね。ピンキーの裏声。失礼いたしました。公開します。ピンキーの裏声が公開します。カットカットカット。では気を取り直して、もう一度。その他、買って開けてびっくりしたカラフルピーチグッズや、イベント情報などもこれからもどんどんアップしていくので、お楽しみに。今年5月に初のビッグイベントもあるしね。そうそう、幕張にカラフルピーチ様が舞い降りるっていう、タッツンのアリーナを生で聞きたいよね。チケット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 、無理だと思う、無理だと思う、買え買え買え、無理だと思う、無理だと思う。ではご一緒にまた遊ぼうね。 See you, bye。 またね。